どうもテッシーです。続き天地を喰らうですね、続きをやってまいります。なんとかね、ここの洞窟だけは探索しきっておきたいかなって思うんで、持ちこたえてくれるかな。動画のね、一番最初でも言ったんですけれども、兵士数が減るとこっちの与えるダメージも減ってしまうんですよね。ですのでそこがちょっとネックというか、予付がやばいっすね。まあ予付は、まあ、結構ね武力高いんで多少はね持ってくれるかなと。おー、いいね、ここまでいけた。川のドア手はいらないな。これは嫌がらせ以外の何でもないですね。ちょっと一回ここらで策略をちょっと置いときましょうか。おお、よし、お、全部削った。さすが96人、すごいね。であとメインメンバー以外、関羽と張飛、まああと5人の虎ですね。そういったメインメンバー以外は兵士数、レベルが上がっても兵士数が変わらないんですよね。これもね、前どっかの動画で言ったと思うんですけれどもね。ですのでまあその土地土地の武将はまあ基本ね使い捨て、言い方ちょっと悪いですけど使い切りでっていう形になってきますね。いやでも呂布もね結局裏切ることにはなるんですけども、頑張ってくれてますよね。よくこんなね偏僻な洞窟、カユも結構お付き合いいただいてますよね。まさかねこんなところまで、こんな薄暗いかどうかわかんないですけど、薄暗い洞窟マジかと。しかも道具もみんなもうないぜみたいなね、こんな状態で連れて来られるとは思わなかったみたいなね。就職じゃないですけどこんなはずじゃなかった、労働基準法違反してるぞと。この時代にそんなね労働基準とかクソもないですからね。なんかあってで階段とかがあるのかな。本当にこういう雑魚だけだとありがたいんですよね。上に1個あると、これオレンジのゲージになって少ないんですけど、ゲージが少ないように見えて心配なんですけど、これは数字見てれば大丈夫なんでね。ピンクの時とえらいゲージが全然少ないですもんね。すぐこのゲージなくなっちゃうんじゃねえかっていう、そんぐらいのね。エンカウントがすごい。でこの洞窟ね、入る前に左側に門が2つでしたっけ、2つとお城があったか。川の帽子、ああ鉢巻より
かは強いのかな。武装度今55ですよね。川の帽子急にドラクエチックになったけども強い。10上がりました、防御力が。ハチマキの次がまさに川の帽子。まあハチマキよりかは確かに強そう。宝箱上に2つありましたよね。とりあえずここ入りますか。この洞窟とか多分もしかしたらレベル上げのために置かれているのかもしれないですね。まあ探索ちゃんと探索すれば十分なレベルになってますよ的な、多分ですけど。うわマジっすか、川の帽子。どんだけ川の帽子装備させたがるの。あれ消費か。これドラクエだったら絶対ミミックっすもんね。川のドアって川の回心弾出ました。回心弾出ました。回心弾は回心の一撃が出るアイテムです。ほこ手に入れましたね。ほこいいね。このゲームならではない、ならではではないですかね。会心の一撃をまさにアイテムで出せるというね。全員あと槍ですよね。槍ももう余っちゃいましたか。いらないのは全部流砲と過去にあげちゃう。後で売りやすくなるんで。召魂丹これずっと持ってるんですけど、召魂丹はまあ生き返らせるアイテムです。あ、石神丹まだあったんだ。とりあえずカウンに使っとくか。お、まだ全然あるやん、全然あるやん。単に見逃してただけか。そうっすね、もういっぱいいっぱいというかですね。進行のお札もちょっと分かりにくいんで、もう回復ないですよね。確かね、ないっすね。そうっすね。お、まだありました。会心の一撃をアイテムで出せるってあんまないですよね。なんか必殺とかでは。お、矛、また矛ですか。どうします、玉に渡しとくか。まあちょっと裏切るから怖いんですけどね。まあただね、抜けたメンバーのところに抜けたら、抜けたメンバーがのところのアイテム欄になるんでね。リョフが抜けたらまた新しく違うメンツを入れた時に、リョフが持っていたアイテムがその新しく入れたやつになるんでね。感染はいいっすね。なんか変なハゲ感染するんで。川のドアって好きね、ここ。あれどう、上どうやって行くんだろう。あー、あそこ左か。あ、じゃあこの洞窟も探索しきれますね。ちょっと一回は帰りますけどね、城に。炎術かな、
先に。演術がいるとこに行こうかなと、城行こうかなというか、次の城は演術がいるはずです。いやー、感染やばいな。どんだけ仲間になりたがってるんですかね。待ち伏せてるんじゃないですか。あ、また矛手に入れたね。矛いいね、ここ。カンペイちゃん、ここ来て正解ですね。 UFO も持てないか。持てった。持てないのは俺だけと。革の帽子もう武器屋開ける。ここは鉢巻きはいらん。 OK、 どうせんたら横に使っとくか。消費もやばいと。動線の刑があるんで大丈夫。これマックスでこのゲージですからね。でまたレベルが上がって兵士が増えていって行ってゲージが溜まってきたらまた色が変わると。これね、洞窟からのね脱出、多分進行の札使えないと思うんですよ。あれ使える？調和戻る。使えた。これはいい発見だぞ。あの洞窟の中で使えないと思ってたんで、金めっちゃ溜まってるし、これはいい発見本当に。じゃあもうこれいけるでしょう。ちょっと待て待て待て。あー、鉄の鎧は次のところか。道具売っちゃいましょう。すーげえ金貯まりましたからね。もうそう、 UFO が装備してるやつも売ると。結構持ってましたよね。ん？顔のドアテ。顔のドアテがもうすごい安い。確か鉄の鎧が長安からさっきの洞窟へ行くまでにありましたよね。もういいのかな。小本丹いらねえかな。基本死なねえだろうと。よし、ちょっと待て。ここで銅先端配信弾売ってますね。守りの煙ってなんやねん。なんやこれ。あ、これね、敵出なくなります。確か2つも銅線弾売ってないね。次んとこか。これ守りの煙いいっすよ、マジで。そんなにね、歩数は多くないんですけど、こんぐらいでいっか。あんまりお金無駄に使うのもありだし。これガチガチとヘロス。
全然出ないですから。じゃあもう切れますよこれ。あこっちじゃねえし。ほら敵出なかったですよね。あれここにも城ある。ここ宿屋で、あここか、ドセンター売ってるのは。オッケー。まあこれでも3個ずつでいいかね。なんかアイテム手に入れるとなんかめんどくさいことになりそうだし。で実際ねボス戦もそんなにむちゃむちゃでもないっすもんね、今までの感じからすると。であとは劉邦が全部持ってれば問題ないと。こういうお金貯まりやすいですねこのゲームは。そこはちょっと優しくなってるのかな。であと次攻めるところ気をつけなきゃいけないのがやっぱり水星の系、水の策略が使えるんで、そこはちょっとね気をつけないとですね。めっちゃ買ってますけど、OK。とりあえずこんな感じで OK です。まさかねこの中でも使うというね。武器や鉄の鎧缶、あーやっちまった。そうですね、よかったっすね逆に。とりあえず装備させますか。長兵もそうですね、銅の鎧でしたもんね。あれ缶は鉄の鎧だったか。やべえな、ちょっとやっちまったな。じゃああと左右が装備すれば問題ないですね。危なかったっすね。で銅の鎧を打っちゃってですね、これでもうボスダッシュですね。これは大丈夫。銅の鎧売ると会心弾使いますかね。そしたらはい、皆さんお待たせしました。皆さんって言ってもどんだけご覧いただいてるかわかんないですけどね。ボスです、ボス、ボスラッシュです。で、お、ちょっと画面が明るくなったり暗くなったりはするんすけど、守りの煙、あれ守りの煙もうなかったですか。信仰のお札、銅センター、銅先端、銅先端、回心端、一応カウンに一つ上げときましょう。 OK。 あ結構遠いね、なんか左下にありましたけど、ここ北ですよね。向かっていってもう守りがない、全然敵出ないから楽ですよね。行きましょう。
ボスラッシュです。多分この動画内で全部倒せるんじゃないかなと思います。すごいね、今必殺で200削った。もしかして、あ、でもこの動画内きついかな。どっちだよっていう、というのも総攻撃多分できないんで、怖くて多分ね、炎術がね、炎術っていうやつが総大将なんですけど、そいつ記憶が正しければね800いってるんですよね、兵士数が。だからさすがに800のやつに総攻撃とか多分策略も使ってくるんで、きついんじゃないかなと。こんぐらいのね敵だったら全然いけるんですけどね。感染さっきから仲間こいつらもうええわ。けいおー、一発250刈り取った。呂布ですかね。呂布マジ強いっすからね、これ。よし行きましょう。ここは楽勝でしょう。今じゃ敵が整ううちに蹴散らせ。容器こいつが良かったはずですよね。そうですね、これ総攻撃で。あ、でも動画内どうかな、あと9分ぐらい。2つ目の門にもよりますね。ここが誰がいるか。それ一気に叩き潰せ。あ、両子、なんか友達に両号行くべ、両号行くべ、シンガポール行くか。すいません、これいけますね。ちょっとね30分過ぎますけど、多分城は落とせます。お、しかもレベル上がったぞ。お、炎熱まで加わりました。いいっすね。炎熱の K はグループ全体攻撃です。これはいいとこで覚えました。そうだ、思い出した、これ全体攻撃できるんだ。それは大きいんですよ。これで、ね、回復できるからいいんですよね、目の前で。で行きましょう。出た、汚い指軍、地獄の閻魔に合わせてやるぜ。ほら899、こいつが炎術です。豪華の刑、水星の刑、あ、で炎熱の刑は豪華の刑の上です。炎陰、あ、こいついましたね。こいつはヨハン、わ、強いね。でもこれ炎熱の刑が強いんですよ。どんぐらい使うの、あ、しかも6しか使わない、すごいね。回心弾使いましょうよ、せっかくなんで。あれ、あったあったあった。さてどんぐらい見せてくれるか。うわ、水筒の刑やられた。攻撃失敗、失敗、炎熱失敗、成功97、はい成功。これ全部成功するかどうか、1体1体です。145、雑魚を削れるってのがいいんですよね、炎熱。呂布すごい強い。あ、寛平も負けてないですね。兵士は成功してほしいっすね。水源の剣使いましたけど、もう炎熱しか使わないから。あ、動画内いけますね。心配することなかったですね。ちょうどぐらいですかね、このペースだと。すごいですね、163ですよ。あれ、カウンなんかダサいぞ。あー、やばいやばい、呂布の会心の一撃が決まった。
演術打ち取った。おお彗星やるね。まあ一人一人やっていくか。 OK 220やばいっすよね。おお演術倒した途端にカウンがやる気出してこれいけるね。これもう総攻撃っすね。結構ラグ、炎熱を覚えたのが大きかったね。なるほど、なかなか強いの。しかし強いだけでは戦には勝てん。この場は逃げるが勝ちよ。あわよ足軽カウン、ダダ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 って。しかし炎術は長期に回り込まれてしまった。とてもかなわん。この場は見逃してくれ。見逃すわけねえじゃん。とてもか、あこれ無限ループっすかね。ああ炎術の首を取った。こうして野望を現実の内容にも昔通り平和が戻ってきた。怖っ。勝ったけど怖っ。そんなんなる。ここは内容上義弟演術が滅び民は解放されました。民は解放、怖っ。女も皆戻ってまいりましたお前はここの連中民はそればっかかと。道具屋30分以内になんとか収まってますね。道具センターありますね。カウン様、牧会の大主炎章が弟の仇を討つため戦の準備をしているようです。お気をつけくださいと。そうなんですよね。これが北に橋がかかってて、そこの橋で奇襲攻撃を受けます。そこで呂布がね、俺は炎章につくみたいなことをいきなり言い出して裏切ります。はい、オラの嫁も帰ってきたら本音ありがとうございます。嫁は奪って、嫁も奪ってたのか。ありがとうございました。それはひどいね。ですのでちょっと宿屋だけ泊まって、将軍鍵を買ってほしいのことあるよ。これ本当に役立つよ。高っ。4000、まあ得しますよ。鍵役立ちました。あ、そう、この銀の鍵、あ、そうそう、黄金の鍵と勘違いして銀の鍵ですね。これが後々役立ちます本当に。あ、銅の兜ってます。革の帽子もういらないっていうね。銅の兜買っとこうかな。とりあえず、呼ぼう。呼ぶと。記録して。止まります。で、まあ、いつもの宿屋、いつもっていうか、なんかいつも宿屋からね、宿屋で動画切ることが多いんですけれどもね、今日も一日頑張ってくださいと。それではね、続き次回の動画に移動よろしくお願いいたします。テッシーでした。失礼いたします。